一日一ホラー、チャッキー王子の80年代ホラー映画館、チャイルドプレイ2でございます。はい。えっ、ー、と、シリーズの中で一番好きな作品ですね。えっ、ー、と、前回はサイコパス的な発想だったんですけど、今回から、えー、バリバリチャッキーが頑張ってくれてますね。もうしつこいぐらいに主人公アンディを追いかけてきます。はい。アンディもいい感じの年齢になってきましたし、えー、まあ、 最後はね、とにかく、チャッキーの存在感がすごくて、やられっぷりもすごいなと思いましてね。この2作目でやっぱり印象付けたんじゃないでしょうか。強さっていうか、怖さもしつこさも、粘着質的なタイプっていうのも。まあ、オープニングからね、復元シーンから始まるんですけども、えー、まあ、後々わかるんですけど、メイドイン、あの、ジャパンやったんですね。チャッキーって。 はい。それがとても嬉しい話だなと思います。はい。ということで、着教授でした。チャンネル登録よろしくね。